清宗が築城た体の町の並川現場場跡、土塁を残すのみ。並川清宗は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。長我壁氏の家臣。並川氏は、蘇我氏の末裔とされる。土佐国高岡軍の並川上主で、長我壁国近に側近として仕えた。一条金貞を滅ぼした功で、国近の娘を正室に迎え入れ一門衆となる。 その後も、国地下の子、元親の四国統一に貢献して、旗軍、山地上主となった。しかし、伊予国で、河野氏から寝返ってきた、王の直行を援護するために派兵された際に、河野氏の援軍に訪れた小早川高景と独断で和睦を結び、直行を見捨てて退却するなど失態を犯したため、失去させられる。その不満から天正八年に、反乱の企みが露見。 清宗は帝発し、アー国アマへ逃れたが、元親の命を受けた、高速壁地下死体により自陣に追い込まれ、抵抗した、一族労党はことごとく戦死した。清宗の着死、矢次郎は奮戦し、自陣、次男、虎王は逃げようとした際に、歴史三男、千美は母と共に逃亡するも溶接。即室の子は、伊予に逃亡した後に帰国、町助左衛門と名を変えている。 清宗の一死、清憶は殺されずに、並川氏は幕末まで続いた。AB、並川家父、土佐軍記、ハット ABCD、土佐国変年記事略、ハット AB、古城伝承記、資料総欄第10編の911-255ページ。ありがとうございます。